演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はチャンネル登録をどうかよろしくお願いします。しな、あの、今このわらめちゃん飲み物ですよ。飲みたいと思います。で、まあ、いや飲み物って言ってもさ、なんか麻婆豆腐とかカレーとかいろいろあるけど、わらめ餅も飲み物じゃないだろうって多分そう突っ込まれるの少数ですね。でもこれちょっと下準備がいるんですけどね。これを取るタイプなんですけど、ここを開けて、そう、なんかこんな感じになったんですけど大丈夫かな。まあとりあえず飲んでみますね。飲んでみれば分かりますよね。では飲んでみます。プルプル感がないので、わらび餅とはちょっと違うからと思いました。きな粉と黒蜜が香ばしくて美味しい、ちょっともっちりして飲むものだからありくらいなっていう感じですね。で、なんか中身こんな感じだったんですけど、中身の巻きまでもちょっと大変ですし、パッと飲みたい人向けではないかなと思うので、こちらのテストさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞終演。